僕あのやっぱ現役でホステやってた時に、はい、そこの職業って何かなって思った時に僕隙間産業だと思ったんですよだから売れっ子の先輩たちがあ下積み時代に売れっ子の先輩たちはめっちゃ可愛いお客さんいっぱいいるんですよ「わすげえ」みたいな「え可愛いいのにお金使ってくれるってすげえな」って先輩たち見て憧れてで。 その時に思ったのが、で、その人たちと同じように可愛い子にアタックしてもダメだから、その人たちがくどかない、その人たちががっつかない女の子に俺がっつこうと思ったんですよ。だから自分は30代以上ってペルソナ定めて、で、しかも顔不細工。で、えー、全然モテなそうな人に、とにかく、あの、アタックして、好きだよ好きだよっつって、ベタ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 触ってあげて。で、そこでお客さんある程度掴んでから次のステップ行ったんですよね。まあだから、本当 ある意味多分隙間はあるんですよ。今、レッドオーシャンって言われてても。マッチングアプリも。ただ、その隙間を見つけられてないのが、ヨネクボくんの、ちょっと今の課題なのかな、みたいな。一回ヨネクボくん、で働かないか。社 <laughs> 内ベンチャー。うん。まあ、面悪くないしね。 一回、打ち通し、あ<と>打しもらっても大丈夫ですか。あ、そうですね。<laughs> <laughs> いや、なんかある程度。笑顔も素敵だし、多分野心はあると思うんですよ。ただ、やっぱ、こう、積み重ねが足りないから。一回、ちょっと、あの、ファングで売れてもらって。で、そこからでいいかなみたいな。あと、パトもたくさん使った方がいいでしょうね。業界ナンバーワンがなぜ。そう、そうホストもね、やっぱり、あのー、うん、マッチングアプリ使って集客とかもするんですよ。だから、自然にそういう知識も。 積み重ねられるかなってのもあるし、東京でやっぱちょっといろんなことをするんじゃなくても、まず自分で売り上げ作ると。で、それに対して必要な世の中がお金持ってる女子たちが、お金持ってる男子たちがどういうニーズがあるのかなっていうのを、まず肌でね、実感した方がいい気がする。ホストをやればね、よかったんだけどね。桑田社長のところで、それを受ければね、ナンバーワンになったら全額出すっていう条件付きオールを出そうと思ったんだよね。面白いですよね。 残念ナッシングではい、えー、この段階で細井先生から、えー、と100万出たんですけれども残念ながら、えー、金ぼ希望金額に到達できませんでしたので今回はナッシングですナッシングで終わりと思いきやなんと横にあの米久保さんがいらっしゃってるんですけどもこれははたまたどうしたことかっていうことなんですけれどもちょっとあの米久保さんの、ね、ご自身の口から簡単に説明してくださいそうですねあの動画の中で社長から、うん あホストやってみればとか、はい、うちに来ないかみたいな、はい、お誘いいただいてて、はい、一度お,お断り、えー、したんですけど、うんうん、やっぱりその事業がどうしてもお金の面でうまくいかなくて、はいはい、今なんと歌舞伎町のファング、はい、ファングと呼ホストやってるんですよ <laughs> やばくないですかこれ